イタリアの一般政府、歳出一般公共サービス防衛経済、関連環境保護住居、地域環境保険娯楽、文化、地域教育社会保護イタリアの福祉は、コーポラティズム保守主義、レジームモデルで運営されており、イエスタ・エスピン・アンデルセンによると社会学の福祉国家研究において、世界で最も重要な例であるとされる。一般政府歳出に占める社会的保護の割合は、 2014年には41.8%であった。また、国民識別番号が導入されている。イタリアは1978年にセルビツオサニタリオナツヨナレが発足し、英国を参考にした国民保険サービス制度となった。SSN は公費負担医療によるユニバーサルヘルスケア制度であり、全市民を対象としている。初期はミーンズテストは行われなかったが、 その後の財政問題により、過剰診療を防ぐため自己負担額が設けられ、また、不平等削減のためミーンズテストが導入された。さらに1992年には SSN においても、別途自己負担を行えば私的にサービスを受給できるようになり、これによって、公費歳出は削減できた。イタリアの SSN カード、国民識別番号を記載。今日の SSN は、 直接税及び自治体医療機関収入によって賄われている。SSN は保険証配下にあるが地方自治体の主要歳出となっているため医療機関の管理や患者自己負担割合の決定については自治体レベルで行われる。地域によって市民の結束関係の違いや政治的指導者層の手腕の差があるため地域間での貧富の差は非常に激しい。 イタリア中央部は、イタリア共産党の優勢地域であり、レッドベルトと呼ばれ、高度、アンカー、ユニバーサルな制度であり、評価は高い。イタリア北部は、キリスト教民主党が優勢であり、質は良いが高価である。イタリア南部は、マラサニタと呼ばれ、質が低い。専門医受診には30ユーロ、薬剤一袋には3ユーロほどであるが、同様の内容であっても、 民間医療機関の場合は数倍以上になる。そのため金銭的困窮者が排除されているとの報告がある。年金は一般税収を原資とした最低年金制度であり、20年以上の居住者が受給資格を持つ。育児休業は出産前2ヶ月から出産後3ヶ月まで取ることができる。母親は以前の賃金の80%を6ヶ月間受け取る。 ことができ、また1年間は前職を失わない権利がある。家族手当は家庭の人数と収入及び障害の有無によって決定される。社会的支援は民ーンズテストに基づいて必要とする家族へ支給される。高齢者へのサービスはハンディの程度と家族的な必要性に基づいて地方自治体より提供され、ボランティア団体や NPO が従事している。 無職の障害者には、毎月270ユーロが支給される。少子高齢化が叫ばれており、日本、ドイツに次いで少子化が進行している。ありがとうございます。